our hearts beat to the city streets. We began to feel. こちらですね、炙り漬けマグロを、紹介したいと思います。工程的にはこちらの赤身のマグロ、これをサラダ油でちょっと表面だけ焼いて漬け汁に、漬け込んで、仕上げる料理です。こちらもすごく簡単です。赤ワイン、お醤油、お酒、みりん、お砂糖ですね、これ全部、鍋に入れていきます。まず赤ワインが 200cc、 お醤油が100、みりんが50、お酒も50、そしてグラニュー糖が大さじ1杯、これを火にかけます。でこの時にしっかりと、沸かすことがポイントです。で赤ワインの、アルコール分を飛ばしてあげることと、先ほどグラニュー糖を入れましたが、グラニュー糖がまだ下にザラザラと残っている状態なので、ここでしっかりと、この泡立て器とかで溶かしてください。この時にお酒がちゃんと抜けてないと、マグロに酒臭さがついちゃいますので、必ず沸騰させて、しばらくは煮立てるがポイントです。今一旦これわーっと沸いてきました。沸いてくるとこれが溢れそうになりますので、そしたら火を弱めて、このブク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 している状態をしばらくキープで、本当にこれがワインが蒸発しているか自信がない場合は、ちょっとチャッカマンかなんかで火つけてボワッとついて、その火が消えたらもうアルコールが完全に飛んでる証拠です。マグロの方を表面を焼いていきます。まあ、マグロがくっつかない程度のサラダ油を、フライパンに馴染ませて、できれば、まあ、テフロンパンの方がマグロはくっつきにくいので、テフロンをしっかりと温めて油慣らしをしてください。一番はやっぱこう煙が少し出てくるぐらい、今ちょうど煙が立ってきましたのでマグロを入れます。もうジューンと音が上がります。あんまりこう動かさずにしっかりと表面に巻くように、下から見るとこんな感じで焼き色がこうしっかり出てきたら次の面を焼きます。こんな感じ。この時はもう全部強火でいいです。漬け汁がしっかり浸かるような、深底のものを用意して、アルコールを飛ばした先ほどの漬け汁を全部熱いうちにかけます。こういうキッチンペーパーとかを蓋をして、全体的にこのこう浸かるように、で本当はまあ丸1日ぐらいこれで寝かしてあげるとぐーっと味が吸ってっていいんですけども、まあ、こんな感じで熱い漬けだれに入れて熱いうちに、でそれで一気に冷やす。これ熱々のまま放置しておくと、せっかくこう表面だけ焼き色つけて中はレアにしたいんだけど全部火が入っちゃうので、表面だけこの漬け汁を吸ってる状態にしたいので、ここで一気に冷やして、最終的には盛り付けに行きたいと思います。漬け込んだマグロを見てみますね。見えるかな、こうちょっと表面が焼けてて中がレアな状態。ちょっとカツオのたたきみたいな感じね。はい、じゃあこの炙り漬けマグロ食べたいと思います。非常に綺麗な感じでコントラスト出てますね。まあ、赤身なので、赤身だけだとちょっとこう油がない分、こういうアボカドとマヨネーズ合わせたようなやつと一緒に食べるといいのと、この表面を焼いていることでここの部分とここの部分の食感が違うので、うん、赤ワインもしっかり飛んでるし、表面を焼いた部分が香ばしくて、我々フランス料理の場合、お酒と
その日本酒とか焼酎と違ってこういう生のお魚を食べるとそのワインが生臭くなっちゃったりとかするんですけども、表面を焼いてあることでその生臭が身が消えたりとか、今日は白ワインで合わせてますけど、これ別に赤ワインでも全然、赤ワインでマリネしてるので美味しく食べれます。もちろんもう日本酒焼酎もバッチリ合います。山かけにしてそういうものにしても、漬けマグロに野菜をたっぷりかけて、それで一緒に食べてもらってもいいですし、まあ、それはもう全然自由に。でちょっとマグロを刺身で、買ったんだけどこんなにいっぱい食べきれないなって言って半分残しとくんであれば、どん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 色が変わっていくよりかはね、こうやって漬け込んでおくと味も染み込むし旨味も乗っかるしで、で見た目も焼いてこうカットするとこう表面が焼けて中がレアな状態、すごく綺麗に見えますので、もしご家庭で、半分は刺身だけど半分はまた違う料理にしたい場合は、であの漬けだれに漬けといてもらえば3日4日持ちますので、4日後ぐらいに忘れてた時にこう切って出してもらうとまた全然違う料理になりますので、ぜひそういうのもやってみたらいいと思います。皆さんのチャンネル登録お待ちしております。あとはコメント欄の方にもぜひ、皆さんからのメッセージよろしくお願いします。